お待ちしてましたよ。話の続き聞きに来たのでしょ。 Wait. Just wait a minute. What the hell is your deal? How can you be so calm? If we hadn't shown up just now, you'd... ええ。リオに胸を刺されて死んでいたと思います。Oh, yeah, that's fine. そういえば、お礼がまだでしたね。No shit, you haven't. ありがとうございます。助けていただいて。What? どうして知ってる？リオに刺し殺される歴史を。お前も。能力者だからか。はい、そうです。私もあなたたちと同じように時間を飛び越えることができます。Then what the hell were you up? Were you thinking? If you knew he was going to stab you, why were you going to let him do it? それが定めだからです。You what? よく思い出してみてください。あなたたちが今ここにいるのはなぜですか？私がディオに殺されなければ、別の歴史で他の方々が殺害されることもなく、結果的にはあなたたちの能力が発現することもなかったはずです。言ったでしょ？ AB 計画とはあなたたち2人の意識を過去に飛ばすことが目的だと。そのために死は必要不可欠だったのです。人間は危機に瀕した時、脳の情報処理速度が限界を超えて加速されることがあります。要するに頭の回転が速くなり、わずか1秒の間に永遠とも思えるような時間の流れを経験するということです。しかし、単にそれを早めるだけでは時間を飛び越えることはできません。意識の振幅が小さすぎるからです。その幅を大きくするためには、事前に思考速度を遅らせておく必要がありました。ちょうどスリングショットと同じようなものです。ゴムをギリギリまで限界まで引き伸ばしてから手を離す。すると、たまりにたまったポテンシャルは運動エネルギーへと変換され、球を前方に向かって打ち出すことになります。ここでいう前方とは、未来のこととは限りません。この例えは、スリングショットの弾丸が三次元的な空間から離脱し、四次元的な時空間へと飛び出していくことを意味しています。そうなれば、過去へと遡ることも可能です。要は、弾丸が、意識が、三次元の呪縛から解き放たれるということです。そのためにあなた方には、ラジカル6に感染していただきました。What? 感染している。ええ、シグマさん、覚えていませんか？ルナが別の歴史で言っていたこと。本当にいいのですか？あんな危険なウイルスを感染させて。あなた方は一人残らずラジカル6に感染しています。ゴーレムであるルナを除いて全員がです。理由は今申し上げた通りです。まずはあなたたちの思考速度を遅らせ、ポテンシャルを貯める必要がありました。その状態で死に瀕するような危機を与えて脳の情報処理速度を加速させたのです。結果は今あなたたちが経験している通りになります。あなたたちの意識は三次元空間から打ち出され、四次元の時空間へ。けれど、単に意識を飛ばすだけでは不十分でした。記憶が保たれていない可能性があったからです。この計画を完全に成し遂げるためには、あなた方に全ての歴史の出来事を覚えていてもらう必要がありました。そこであなた方には、繰り返し何度も何度も時間を飛び越えてもらうことにしたのです。そうすることによって、徐々に記憶は強化されていき、やがては全ての記憶を保持したまま、時間跳躍を行うことができるようになります。AB ゲームを行っていただいたのはだからです。
カラードドアを選択させたのもそのためです。意図的に歴史を枝分かれさせることによって、あなたたちにより多くのジャンプを行っていただこうと。I get it. I think I finally understand. Well, okay, there are a lot of things I don't understand, but all of what you've just told me makes sense. You did all of this so that fine, I could jump through four-dimensional space with our memories intact, right? But why did you need us to do it? People have died for this. I mean, let's count how many different ways people died. Murder, antimatter explosion, suicide. I've died, so has Fi, so have you. So why would you do all this? What does it matter that Fi and I jumped through time? I said it. Death was necessary and imprescindible.そうすることが定めだとも言いました。計画を遂行するには避けては通れない道だったのです。 I already know all that. What I'm asking you is why? What is so goddamn important that it's worth all this? それはいずれわかるでしょう。いずれっていつのことだ。そう遠くない未来に。Bullshit. That's not good enough. What can you tell us now? Instead of answering, Akane knelt down next to Dio and pulled it, picked his knife off the ground to stab him. That's probably safe. Don't change the subject. What are you talking about? We've got plenty of time. Yeah.あなた方は間もなく元の未来へと戻ることになります。 What? 歴史的にそういうことになっているのです。諦めてください。ラゴモルフ。 What? はい。ラゴモルフ、あなた方がゼロウサギと呼んでいる彼の正式名称です。 Fucking ラゴモルフ。ラゴモルフ、命令です。私のバングルを外しなさい。わかりました。Unlock my bracelet. さあ、準備は整いました。今、ディオの左手首にはバングルがはめられています。あとは彼の体を第5 AB ルーム。クォークが眠っている部屋だな。そうです。彼の搬送は私が行っておくことにしましょう。I don't know. It's pretty heavy. それから、あなたたち2人の肉体も出てきた第三 AB ルームに戻しておきます。 I can walk in there. 室内の仕掛けもリセットし、すべて元通りに。 Why do you need to do all that? これまで通りの歴史を再現するためですよ。先ほども申し上げた通り、あなた方の意識は間もなく未来へと帰ります。 But we haven't learned like anything. そうして空っぽになった肉体という器に、 There's so much more stuff. 今度は別の意識が飛び込んでくることに。その時にあなた方の体が第三 AB ルームの中に存在しないと大変困ったことになってしまいます。I mean, I guess since we're going to go into a timeline where she's alive, we can ask her questions then. つまり、別の意識があの部屋で目覚めて、もう一度同じ歴史を繰り返すというわけか。いや、二度目なのか、三度目なのかわからないが。そういうことです。最後に、これをお渡ししておきましょう。 She paused and pulled something out of her pocket. It was a small key attached to a string. なくさないようにシグマさんの足首に UI つけておきますね。 Okay. What's it say on there? To free ego eris. ラテン語だな。 No shit. 私はかつてあなただった。 Oh. あなたはいずれ。What am I supposed to do with that? その場所に行けば、あなたの大切な人に会うことができます。Myself. What? さあ、行きなさい。未来に戻るのです。私はあなたたちのすぐそばにいます。すぐそばにいて、ずっとあなたたちのことを見守っています。ですから。Wait, I still...
Oh god. Oh god. Leaving my body. To be continued. Not much to be continued, I guess, except like the main story. New destination added. We can go back all the way over here. How the hell did we get in here? Is this the infirmary? どうしてこんなところに? AB ゲートを開いた時のこと。あの後、私と K さんは医務室へと戻ったのですが。いつまで経ってもシグマさんとファイさんがやってこないので。それで様子を見に。すると AB ルームの前にお二人が倒れているではありませんか。そこで。私とケイさんは慌てて二人をこの医務室へと運び込んだというわけです。I looked over at Vi and met her eyes. Do you remember what happened just now? さっきって、かなり昔のさっきのことか。Same thing. Yeah, you got him pretty good, huh? 覚えてるよ。ねえ、二人とも何の話してるの？Quark. I'm here too. Alice. Two of them. Resurrected. Yes, thank you. So, by the way, Sigma and Fei found a virus vaccine for me, right? With Jichan. Thank you. No problem. All in a day's work. Although I wouldn't mind a little swimsuit action. You. Really, there's no boundary.I want clover. Hey, I wasn't talking to Quark. That was an offer for Alice. どっちにしろ同じだろうが。ねえ、And clover. そんなことよりも早くここを出ようよ。I can't forget about that. シグマとファイも目覚めたことだし、あとは Q の扉を開けば。Huh? どういうことだ。バングルを見てみろ。Oh, you guys have been playing it a lot. It says 10. I have 10 BP.私の BP は Fucking 15意識を失う前は9だったから But how? あなたたちをここに運び込んでからその間に私たちは3回の AB ゲームを行った3 times in 2 hours, that's pretty good 3 times もちろん一つのラウンドが終了するごとにですがいずれの場合も代表者が強力に投票したため We gotta be stupid to pick betray nowLook at all these healthy big numbers. Let's all get out of here and leave Dio. Obviously. I was stunned. How had everyone cooperated long enough to raise all of our BP past 9? Was it because Akane hadn't been killed? Without a death to start things off, maybe we'd been less suspicious of one another. Or could the bombs have actually had something to do with it? Maybe. We joined all forces against Dio and Fi, and I had been able to disarm all of them. All of us had banded together against a common enemy and overcome a tremendous threat. Perhaps that had strengthened our bond.Which I had to admit would be somewhat ironic. After all, Dio had planted the bombs that forced us all to work together against him. This must have been what Akane was talking about. とにかく早く行こうよ。旧の扉を開いて脱出するんだ。Wait. What about him? After some discussion, we decided to leave Dio behind. Damn right, fuck Dio. You don't need to bring his ass. Alice was the only holdout. Alice?She'd complained about wanting to take him back to her superiors, but after I mentioned that he'd come back to investigate after we
that they'd come back to investigate after we escaped and deal with Dio then, she reluctantly complied. Yosh! Sore ja iko! Hell yeah. We're all gonna walk the fuck out of here. This is nice. Everybody ready? I'm gonna pull it. I'm gonna open it. Eh, 頼んだわ。 Are you sure? Let's just ponder this. Everyone else swallowed and nodded. I grabbed the lever and pulled it down. No 3, 2, 1.9の扉閉鎖まで残り9秒です。 All right, everybody, let's move. I didn't need to tell them twice. The room inside was clearly a loading elevator. It looked sort of like a large plate on top of a huge pedestal. We ran to the center of the plate and turned around. The number 9 door stood wide open. 2, 1, 0. 9 の扉閉鎖。これにてノナリーゲームお疲れ様でした。なおゲームの終了に伴い施設内にある9の扉以外のすべての扉は開放されます。Feels good to finally be out of this fucking area. Though I can't wait until, like, oh, we have to go back because we have to talk to Akane. There's no way the game's just, like, over. Come on now. That's way too damn easy. It's just over. どうやら着いたようじゃな。ええ、先に進んでみましょう。Oh yeah.Beyond the door was a wide hallway that ended in a very solid wall. To the left, we found a very familiar looking door. We pushed it open and went in. Good old PEC. But on this floor. Do we have enough suits? Yeah, we have enough suits. Pressure exchange chamber. Yeah, sorta. This whole facility is pressurized, apparently. I think the idea is to keep the outside air and consequently the virus from getting inside.That means that if we want to go out, we have to decompress so we match the outside air pressure. I'm wondering what he's going to do with that fucking key. This room here is where you prepare for going into the actual pressure exchange room. Oh, no, it's in that grave. In that little tombstone. That's where the key goes, isn't it? You see all those suits along the wall? I figure we need to put those on and head to the decompression room downstairs. ちょっと待ってよ。それじゃ外の世界にはウイルスがうようよと充満してるっていうの？ Yeah, big scary virus. Yeah, that's what it seems like. Of course, according to Akane, we were already infected with Radical 6, so the whole room seemed a little pointless. どうして？なんでそんなことに？もしかして？そんなバカな。ありえないわ。とにかく、ここまで来た以上、引き返すわけにはいきません。外に出てみましょう。そうすれば外の世界で何が起こっているのかは
おのずと明らかになるはずです。わかった。No one else objected. We all donned the protective suits and headed downstairs to the decompression rooms. As soon as we were all inside, the process began. Through my helmet, I could hear the soft hiss of air being sucked out of the room. We stood there for several minutes waiting for the process to finish. Ding ding. At last it did. We heard the door begin to open. Time to get the fuck out of here. Beyond it was another decompression chamber. We repeated the process two more times before we reached the final door and opened it. A little bit of overkill, but whatever. Yeah, this is still no fucking desert. It's like the fucking moon. A dead, bleak landscape wasn't a surprise for me. I'd seen it before in another timeline. The others hadn't, however, and although I couldn't see their faces through the visors of their helmets, I heard more than a few gasps over the radio. For a few long moments, we just stood there astonished. This is no fucking desert. Longer than a week. Akane was ancient. Half a century. Wherever we were must have been far away from any city. The air was cleaner than I'd ever seen it. And the stars, the sky was full of them, more stars than I'd ever seen in my life. I could even spot the hazy arm of the Milky Way. But the most striking feature was the moon. It was blood red and massive, much bigger in fact than I remembered it being. That's no moon. Then as I watched, a black spot began to move across its surface. It was hard to see details, but it looked circular. The spot continued to move across the moon, heading for the right edge. What's that? The moon shadow. I frowned. That didn't make any sense. Yeah, that's Earth. さもないとわしばかりか九億までもが命を失うことになるだろう。そう言われてな。そのことを条件にわしは九億を連れて今回のゲームに参加したんじゃ。ただあいつに会うために、それだけのために。じゃがもう話してもいいじゃろう。お前さんたちが知らないし、もう一度言う。あれは月の影じゃ。 What the hell are you saying? そのままの意味じゃよ。あれが月の影だとしたら、それが映し出された天体は何じゃと思う？ Mars。 まさか。その通り。あれは月食によって赤く染まった月ではない。月食ではなく日食。地球上のあの黒い影の中では今まさに皆既日食が起こっておるんじゃよ。 What? No, no, no way. If that's Earth, where the hell are we?The moon. ここは月面。僕らがついさっきまでいた施設は、そこに建設された基地だったんだ。嘘、嘘でしょ。そんなの信じられないよ。ここが月だなんて。ええ、そうよ。そんなのあまりにも滑稽で、大地重力のことはどうなるのよ。月の重力は地球の約6分の1。なのに、これはどういうこと？She picked up a rock and dropped it. 今の見たでしょ？地球上で物体が落下する速度と。
Oh my god, it's 1/6 and we have radical 6. Or 6, so it drops at the same rate. Oh my god. Luna?Because you're a golem. もっとも、一人という表現が正しいのかどうかは分かりませんが、あなた一体何を言ってるの? Takes off the suit. Yeah, I'm tired of this. とにかく、アリスさんはラジカル6というウイルスに感染しました。そのウイルスはアクセラビルを投与することによって駆逐されましたが、But she gets still gets side effects. 依然として、脳への後遺症は残っているのだと思います。後遺症?はい、ラジカル6は脳の情報処理速度をルート6分の1に低下させるという特徴を持っています。後遺症とはそのことです。さらに付け加えておくと、そのウイルスは、Why did we get locked up here? 全員の思考速度がルート6分の1に低下しているということです。In us getting locked up as well, we have a cure. Why are we still infected? ルート6分の1小数に変換するとおよそ 0.408 になります。したがって通常の半分以下の速度で皆さんは思考を行っているということに、huh. ところで先ほどアリスさんがおっしゃった通り、そしてある高さから物体が落下し地表面へと達するまでにかかる時間は、oh, God, Matt. この要するに月面で物体が落下するのにかかる時間は地球のルート6倍になるということですと言葉で言ってもよくわからないですよね。具体例を挙げて説明しましょう。例えば地球上で 4.9 メートルの高さからリンゴが落下したとします。なんだよ。